芸大調査。はいどうも、2年前に卒業したキャサです。現役の宮です。というわけで本日はですね、こちら東京芸術大学の方に来ております。受験の時の練習時間、どんぐらいやってんのかなと思って。あー、どんぐらいやってた？毎日10時間。すごっ。結構やってました。それはすごいわ。俺は平日5時間、休日に8時間っていう感じなんですけど、はい、僕らバイオリン、ビオラっていう楽器なんですけど、他の楽器の子とか練習時間、大体どんぐらいなんだろうと思って、休憩時間とか何してたか気になるね。あ、確かに確かに、うん、というわけで本日の曲は芸大受験時の練習時間調査、イエイ。お茶かる。はい、というわけで、あの身長190センチぐらい。え、何センチ？182センチ。あ、でかくない？なんかでかいんだけど。俺ジャンプしても届かない。声楽科の1年生、外間です。外間さん、出身どっちですか？兵庫県ですね。兵庫なんですか？え、なんかあんま出てないですね、関西。めちゃくちゃ関西弁ですよ。関西の大阪で。あ、そうなの。へえ。でもなんか関西弁ってなるとタメ語みたいになっちゃって。ちょっと俺は首が痛くなるんで。ずっと肩上がってるけど。そう、緊張してて。いやいやいや、まさかお茶丸さんと。言わせてるみたいになるやん。芸大受験期の練習時間調査っていうのをしてて、練習スキルってやっぱ喉壊れちゃうんで、でもそれでもやっぱ毎日できるだけ練習はしたいので、朝学校にいつも早く着いて、そこで必ず1時間練習して、もしまだ体力に余裕があったら家帰ってきて練習したりとかして。なるほど。なんか息抜き何かやってたみたいなこと聞いてるんだけど、まあ、友達と遊びまくる。あでも、まあ、例えばご飯に行ったりとかも少しリラックスできる、できたなって感じ。いや東海オンエアがすごいですね。卒業旅行にも、岡崎に行って、何食べたの？満腹屋だけ行って、マックスにした。マックスしました。気分悪かったです。声楽のソプラノです。西村葵です。声楽ソプラノ中島桃美です。受験時代にどんぐらい練習してましたか？最高4時間とか。4時間？声楽で4時間って珍しい。ピアノとかも入れて。あ、全部入れて。歌は最高で2時間3時間で、ピアノがとにかく弾けなかったので、ピアノもね、暇があったらずっと弾いてた。あ、なるほど。他には何を時間かけてました？普通テスト。ちなみに何割？いや、それは言えない。それは言えない。芸大のボーダーラインとかあるの？なんか噂あるよね。いやけど、声楽科は6割とか。あ、6割なの。結構高いとか言うと他の国公立の人に低すぎやんって。足切りがないから芸大は、3次で見られるんですよ、芸大って。ちょっとね、曖昧なんですよ。2割で入ってる人もいたもんね。うん。え？本当？やめな、2割で。やめときな。正確な情報ではないです。はい、それともビオラ。ビオラですよね。はい。はい。なんかテンション低いですね、ビオラってね、やっぱり。これは何年生？もう修士1年です。受験時代の練習時間調査っていうのやってまして。センター終わった後ってことですか？センター終わった後から結構本気出したって感じ。そう、センター、なんなら1週間前から弾いてない。え、嘘。え、弾いてた？一応弾いてた。すごいね。あ、センターやばすぎて。高校生でございます。あ、違う、センターやばすぎて。話変わってくるけどね。バカなんだよね。いやいやいや、受験中スマホ触ってる人ってもう全員芸高生。やばい。実技の楽屋前、自撮りとかしてた。え、受験中の？やばい、やってる、それはやってる、やってる、それ。え、ちなみにじゃあセンター後はどんぐらい？5、6とか。5、6時間。午前中引いて、午後引いて、夜引いてみたいな。うん、3時間ずつぐらい。そんな感じ。じゃあ受験時代に戻れたとしたら、一番時間かけておけばよかったなみたいな。センターがやばかったので、もうちょっとよく英語とか勉強していけばよかったなって。なんかこう指が回るのは当たり前じゃないですか。どこで勝負するかっていうと、やっぱり音色と音程と一番最初の発音。ひたすらやるしかない。一般的な大学生とかって偏差値とか模試の点数 A 判定 B 判定とかっていうの分かりやすく出るんだけど、芸大って何が評価されて何が評価されないのかっていうの分かんないから、自分がいいと思うものをひたすら作り上げるしかない。そうだよね。受験時代に息抜きしてたこととかなんかある？すごい K-POP が好きだったんで、まあその時間とかで YouTube 見たりとかして、ちなみにどんなアイドルだったの？あの秋っぽいので、なんかいろんなグループを食べていく。食べていく。
アイドル食べる、かじって都合よく利用するみたいな。すごい。音楽学部の修士2年、ピアノ専攻の渡辺さくらです。僕らの同期ですね。同期です。大体どんぐらいですか。あ、練習時間、私はあの芸工出身。そうだ、芸工だ。あれ芸工好きだっけ。うーん、大好き。授業も入試直前にはなくて、ずっと家で練習してました。大体どのぐらいの時間。もう1日、ご飯と寝るとき以外。10時間、12時間、長いときは14時間。14時間の時もあるの。やばやばいね。私より全然練習してる子もいるだろうし。14超え、それ以上ある。あるある。えリラックスタイムじゃないけど気分転換みたいな。リラックスタイムはたまに芸校行ってみんながいてワイワイしてたりはしたけど、うん、友達と会うみたいな、うん、一緒に遊びに行ったりとかは。遊びに行ったりはあまりしなかったかな。そうなんだ。龍一くんは知らないじゃあいいタイプの芸校。体力的にめっちゃ使うじゃん。肩も重いし。もちろんもちろんもちろん。だからここら辺なんか痛くなんない。いやいや、腰痛持ちはピアノ科の職業病。あ、そうなんだ。もうみんな多分腰痛持ちだと。でも耐えながらやってるでしょ。そんなガンガン弾いたら体使うけど、ちょこ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 。なるほどね。この指動かす分には10時間もやってたらさ、気が抜けちゃったり。それはあると思う。受験時代に戻れるとしたら他のものに時間使った方が良かったなってのはある。っていうのは絶対にあります。頭も体も疲れるし、絶対に楽譜見る時間をもっと増やした方が良かった。なるほど。ピアノが目の前にあったら弾いちゃうんだけど、楽譜を見るとか音楽聴くとか知識増やす時間にちょっと当てたら方が良かったなっていうことはあります。なるほどなるほど。日本画専攻修士2年坂本です。日本画の修士2年の吉川です。普段はどんなお勉強されてるんですか。日本画で使われている画材を使って絵の絵画の研究をしていくのが一般的ですね。受験生時代どんぐらい勉強時間取ってましたかっていう質問してまして、1日6時間週6ですね。決算だったりとか、デッサン、うん、鉛筆使って模倣、はいはい、物を描いていく、生物を描いていくみたいなのを交互にやってたりとかして。あ、僕も大体一緒で、まあ、朝5時ぐらいに起きて、そうですね、9時から4時ぐらいに終わって、なるほど。でバイトしてみたいな。気分転換で何してましたか。その時ストイックで、はい、SNS とか全部やってなかったんですよ、はい、友達とかに会っても本当ご飯行くって。でもそれでも年に2、3回しか。だけ、もうだけです。結構ストイックなんですね。それで全然なんだけどパズドラ言ってました。メインキャラクターは誰ですか。ラードラゴンっていう。あ、わかりますよ。ポイントで買うやつですよね。あ、そうですね。やった。俺も297にしました。わかる。プラス297にね。いいよ、もうパズドラゴンは。1年のフルート専攻の神谷です。はい。1年のフルート専攻の鎌戸です。1年フルート専攻の高田です。高校3年生の時にどんぐらい練習してたかなっていう。本当にやってない。やってないっていう。え、待って、結構あ、決まった。ちょっとね、俺ら芸校にね、あれなんか厳しいからね。なんかレッスンしてもらう時間が長かったから、あんま家でやってなかった。30分も気によるって感じ。え、珍しくない。わかんない、普通がわかんないです。でも怒られちゃう。え、でもほんま日によるんですけど、うん、5時間とか。ちょっと、ぶっ通しじゃないんです。関西弁すごい気になる。メガネ屋さんを、てか自分の。あ、普通に。普通にメガネ屋さん。なるほどね。いや、わかんない、わかんない。なるほどね。俺、大阪だと思う。兵庫で行きます。正解は、大阪で。おらぁ、おらぁ、やったこの間の3月まで違う大学にいまして、はい、音楽をもう一回やろうってなって、うん、前の大学の単位とかもちゃんと取らなきゃいけなかったんですよ。受験期は2時間、3時間とか。ちなみに大学どちらに行ってたんですか。同志社女子大学。あ、関西の方に行ってた。京都。あ、京都です。受験時代に息抜きみたいなのちょっとありますあ、進撃進撃にハマってた。進撃って何。の巨人。あ、進撃の巨人ね。K-POP アイドルが好きで、うん、何のアイドル。エンハイフンって呼ばれてる。エンハイフン。あ、もしかしたらエンハイフンの人見てるかもしれない。低めの山に登りに行ったり、仮面浪人してたのが、うん、めちゃくちゃ田舎の京都にいたんで、散歩しまくったりして、ね、違う違う、普通にさ、あ、気持ちがいいぞ。で、電車でさ、なんか気持ち違うなと思って下見たら、いやいや、靴違うし。芸大生は変人が多いですね。一緒に卒業しました、ファゴットの橋本です。はい、同期です。僕は芸大を出て東京音大のオーケストラアカデミーってところに、うん、受験時代にどんぐらい練習してたかなっていう調査してまして、人生で一番練習したんじゃないかな。
僕は高校3年生からファゴットを始めたんですよ。え、それまでは普通に推薦で私立大学行こうとしたんだけど、もういいやってなって、うん、学校は欠席できるだけ欠席し、午前ちゃんと3時間基礎練して、うんうん、昼寝して、多分2時ぐらいから6時ぐらいまでさらって夜学点みたいなで生活してたけど、結局受かんなくて、うん、1両目は、うん、本当生活が乱れると思ったから、朝パン屋で6時9時バイトし、10時から練習し、で夜学点超音をやって寝るみたいな。すげえ、時間で言うと10時間以上ね。すごいよね。今すごい口が疲れるから、結局最後の方はね、まあ、頭が回ってるかって言ったら、なるほどね、回ってないし。じゃあさっきなんかフルート1年生今年を30分も吹いたことない言ってたやつ見えんだから、その子も今見てんだからさ、努力を見せないっていうのは、ね、そういうことか、関係ないしね。もう一回なんか受験をするとしたら、うん、どういうルーティンでやる？その時に学んだことはやっぱ今生きてるところがあるから、結局同じことやってるんじゃないかな。なるほどね。遊びとかもしてなかったの？あ、遊んで、あの両人して2ヶ月で病んで、親と2人でディズニーランド行った。芸高生に来ていただきました。芸高といえばよ、日本の音楽高校のトップオブザトップじゃん。まあそうだね、正式なデータはないですけど、芸大より芸高の方がむずくない？じゃあそうそうだよね。クラリネット専攻1年の森谷ひなのです。クラリネット専攻1年の稲垣美代です。クラリネットだったらね、ちっちゃい頃から始めたこと少ないから。吹奏楽かな？はい、中1からすごっ。へぇ、練習した。部活の時に隠れてこっそり練習。もう帰ってきて1時間半ぐらい。休日はもっとできる？休日はもう少し。午前中1時間やって、午後2時間やってとか、夜何時間やってとか。じゃあ4時間ぐらい分けてました。長い時間吹くと口が痛くなって、ね、6時間で限界ぐらいです。それプラスで部活でしょ？いやー、いや、そうだよね、そうだ。だって部活やってる子たち全員がさ、受けちゃうことになるんだよ。そうだね。そことのどう差をつけれるか。強豪校ですか？全然ね。あ、そうなんだ。すごいわ、そこから芸校入ってね。リラックスタイムには何をやってましたかっていう。推しの動画見たり。推しの動画。変わっちゃったんですけど、今。ちょっと変わっちゃった。ジャニーズ。佐藤勝利。で、今は長瀬廉子。スクリーンもセクシーゾーンも。私はクラシック以外の音楽とかも聴いたり、昔は結構ボーカロイドとか、今なんか推しを探してる途中で、友達にめっちゃ K-POP を勧めてます。その純粋なまま大学受験受けてください。こんにちは。声楽専攻修士1年の加藤です。加藤コンビということで。あ、そうなんです。受験時代の練習時間調査っていうのをやってまして、声ってなんかそんなにいっぱい使えないんで、歌う時間は1時間とか1時間半だったと思い、いろいろ含めたら、まあ、3時間ぐらいじゃないですか。あ、そうか、受験勉強か。うん、もう全部含めていい。ピアノとかもソルフェジとかも。なるほどな。めっちゃ長くて5時間ぐらいじゃない。5時間。受験時代に戻れるとしたら、なんていうアドバイスをそれにしますか？必死になりすぎてたから全然楽しくなかったので、気楽に楽しくやっても良かったんじゃないかなと思う。その方がもっといろいろ入ってきたり学べたりしたかもなと思います。メンタルを回復するようなしてたこととかある？猫を探しに行ったりしてます。近くにめっちゃ野良いるから、その触りに行ったりとか。じゃあ猫探しがいいということ。猫探しがいいですよ。保存修復の日本画の方の博士課程の1年、あそこにあるんですけど、はい、赤レンガ、はいはい、あの中でやってますね。どういうことやってるんですか？まあ、文化財 の修理とか修復とか、拠点絵画の研究を、模写を通してやるって感じ。すげえ、もう知らない世界すぎる。全く知らなかった。なんか将来とかっていうのはどういうルートがあるんですか？まあ、修理の授業もしたりするんで、はいはい、その修理工房に行ってやる人もいますし、その作家としてやってったり、でなんか国立美術館とかに就職みたいなのあるんですか？あ、そうです。博物館の方も修復室を持ってるところがあるので、そこに行く人もいますし、基本的にはやっぱ創作の方に寄ってる感じです。なるほど、はい、本当に。というわけでね、いろんな人にインタビューしてきたんですけれども、他にね、楽器によってね、その練習時間で違ったりとか、いろんな発見があったかなと思います。それではまたね。チャンネル登録よろしくお願いします。3万5000人目指してます。